さあ今週の今玉は、はい、今年最後の放送です、うん、はい、そしてみんな今お揃いで帽子かぶってますけど今日クリスマスですね、はい、クリスマスね。金井さん、はい、ズバリ聞きますけど、はい、今夜の予定は。今夜の予定はやっぱあのクリスマスソングを家でこう流して観葉植物を撫でたいと思います。はい、それは何人で。一人ですね。なるほど、はい、あのよかったら一緒に来て観葉植物3種類あるんでおのおのの好きなやつ撫でていいですよ。ごめんなさい、はい、大丈夫です、はい、謝らないでください、ね。はい、今日も楽しくお送りしましょう。はい、さあそして今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後まで見てください。さあ最初のコーナーは金井さん。はい、ということで、まあ、オープニングでもねクリスマスの話題ありました。もう今日はそんなクリスマスにぴったりなんですけども、うん、埼玉県警察機動隊についてお届けしたいと思います。え、警察の話ですよね。そうです。え、クリスマス全然関係ないじゃないですか。関係ない。みんな帽子脱いちゃっていいですよ。そうだね。何と関係あるんですか。佐伯さんだけ実はねなんか個性出してましたけど、うん、はい、いやでもね、今回警察機動隊ということで、じゃあ皆さんちょっとどういうイメージあります、機動隊。うん、あ、私は映画好きなので、うん、洋画とかだとなんか敵のアジトにこう突撃していく部隊みたいなイメージありますね。あ、確かにね、うんうん、大きい盾持ってドドドドっていく感じ。そんなイメージありますけど、じゃあ何って聞かれたらはっきりとはちょっと答えられないかな。そうですよね。まあ、ちょっと軽く説明すると、1972年浅間山荘事件、あそこで活躍したのが機動隊なんですよ。そして最近だと、まあ、オリンピックでの警備の中心になったということで、はい、そういったものをやっております。ということで今回そんな県警機動隊に潜入をしてきました。今年一体を張りましたので、ぜひ応援してください。今回お邪魔したのは朝霞市にある埼玉県警機動隊。ご案内いただくのは県警機動隊隊長補佐の大倉警部です。ちなみに今日はクリスマスなんで、機動隊の皆さんの一押しクリスマスソングの情報も合わせてお届けしていきますよ。お、最高、注目ですね。機動隊っていうのは、はい、ざっくり言うとどういう組織なんですかね。はい、機動隊っていうのは、はい、埼玉県警の警備部に所属する組織となります。はい、デモ警備などの治安警備活動や、はいはいはい、あと水難救助活動、あとですね、爆発物とかの処理活動も行っている部隊となります。爆発物も取り扱うんですか。はい、そうなんです。どんな人たちの集まりなんですかね。はい、機動隊は治安最後の砦というふうに言われている組織となります。かっこいい、はい、特に県警内から心身ともに優れているものを集めまして、はい、でどんな現場でも対応できる、そういうものたちが集まってます。はあ、じゃあもうエリート集団みたいな感じですよね、言ったら。そうですね、エリートかどうかは分からないんですが、はいはいはい、各分野のスペシャリストが集まってます。県警機動隊では現場を想定した専門的な訓練を日々実施しています。こちらは水難救助部隊。県内の河川で水難者の救出活動を行ったり、事件の証拠品などの水中捜索に当たります。うわー、すごいな。で、今拳銃を、そあそこにある拳銃探してるってことですよね。はい、すごすぎるわ、これ目隠ししてます。そうなんです。埼玉の川は結構濁ってるところも多いので、はい、視覚がないということを前提とした訓練を日々行ってます。なんかロープみたいなもん持ってますけど、はい、水中の中でお互いに 見えませんし、また聞こえませんので、はい、持っているロープでお互いの意思を疎通してます。はあ、なるほど、はい、そこ、うわ、触った、見つけましたね。はい、はい、今から合図を送ります。あ、すごいすごい引っ張った、はい、はい、見つけた合図ですね。あ、あれ見つかったよ。はい、うわ、本当だ、これロープなきゃこれ大変っすね。はい、すげえな、目隠ししてんのよ、だって、ちなみにこの部隊はですね、はいはい、広域緊急援助隊も兼務してますので、はい、県外でも大災害とかがあれば水中検索を実施します。はあ、はい、なるほど、日本全国、はい、もしそういうことがあったら派遣されていくってことなんですね。はい、まさにスペシャリストだな。一方、こちらはレンジャーレスキュー部隊。埼玉県内で災害などが発生した際に現場に赴き、被災情報の収集や救出活動、
行方不明者の捜索などを行う部隊です。こちらの部隊も県外で、大規模災害が発生した際には被災地で活躍する広域緊急救助部隊としての顔も併せ持っています。さあ、ここからは機動隊の訓練に参加させていただきます。金井さん大丈夫？頑張れ。怖すぎませんか？ちょっと大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫です。今日金井さんには治安警備訓練に参加していただきます。治安警備訓練、はい、勉強させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。怪我しないようによろしくお願いします。怪我しないように、はい、ご指導いただくのは指揮官で中隊長の谷藤警部。どうかお手柔らかにお願いします。機動隊員が持つ、はい、盾になります。あ、よく見るやつだと思ったら重いです。そうなんです。重さが約6キロ。6キロあります。正面にお願いします。構え、攻撃開始。はい、あ、重い。あ、よいしょ。弾いてる、弾いてる。もう一度お願いします。いきます。頭上に、よし、構え、よし、しっかり構えろよ。すいません。よし、おめでとうございます。しっかり、しっかり構えろ。すいません。すいません。金井さん、怒鳴られっぱなしじゃないですか。はい、ちょっとフラフラしてますよ、ね、これ本当にきついんですよ。でも他の人全然動かないですね。しかも手伝ってもらってるじゃないですか。他の隊員さんにちょっと、もうちょっと頑張って。しっかり治れ。よし、よく頑張った。吐きやーす、スメッ。いや、これもね、本当に辛かったんですよ。6キロの盾持って走るんですよ。もうすでになんか遅れを取ってる感じがするけど、ね、バテてますよね、一人。いや、これ頑張った方ですよ、本当に。もっと腕振って、もっと振れない、振れない、6キロだよ。他の隊員の方はブレないですね。ねえ、余裕。やー、もれ、よしよしよし、よし。これ持って2周しただけで腕がちぎれそうです。機動隊の人たちがいかに普段訓練してすごいかっていうのは身に染みて分かりました。ところで、機動隊には武道特練という剣道や柔道、逮捕術、拳銃の精鋭が揃う特別強化訓練員として指定された部隊があります。武道特練は機動隊員として勤務するとともに、各種武術家のスペシャリストとして勤務しています。日々厳しい訓練をしながら、全国警察大会に埼玉県代表として出場し、上位入賞を目指しています。また将来は指導者として活躍できるよう日々精進しています。というわけで、続いては武道特練の機動隊員と剣道で対決します。実は私、金井、何を隠そう剣道歴20年3段の有段者。大学時代には全国大会にも出場している猛者なんです。対戦していただきたい人がいます。ぜひお願いします。はい、はい、埼玉県警機動隊の足立巡査部長です。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、知ってます。あ、本当ですか？はい、ご存知ですか？選手権とか出てる。あ、そうです。あの足立選手ですよね。はい、ガチンコ剣道対決の相手は数々の大会で輝かしい成績を残し続けている足立巡査部長。埼玉最強と言っても過言ではない。え、本気でやりますか？本気でやります。
もう一度聞きます、本気でやりますか？本気でやります。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどはだらしない姿をお見せしてしまいましたが、今度は今まで見せたことがないかっこいい課題の姿をご覧いただきます。真剣勝負。カメラじゃ伝わらないと思うけど、ここのピリピリ、あの足立選手だけじゃなく奥に大量の機動隊の選手が見てる。怖い。言えないよね。面白いことなんか。てか真剣勝負ですから。これ本当に全力でぶつかり合いたいなっていう。一本取りたいなと思ってる。絶対に一本与えません。埼玉県警の代表として自分の全力をぶつけていきたいと思います。圧倒的な力でねじ伏せたいと思います。はい、今回は一切おふざけなしの真剣勝負、いざ対決です。ルールは通常の剣道の試合と同じ、先に2本取った方の勝利。白が金井です。赤が足立選手。すごいね、もう渡り合ってる感じありますよね。もう普段足立選手レベルとこうやらせてもらえないですからね、まずお手合わせすらやらせてもらえない。空気感がすごいな。わー、あれ今取られた、取られた。足立選手の面が決まり見事な一本。もう後がないぞ。どうする、かない、頑張れ頑張れ。うわすごい、早い、激しくぶつかって。どうだ、真剣だ。おいいぞ、かない。今どう、当たった。なんか素人目にはね、入ったように見えましたよね、うんうん、でも一本にはならないんだ。頑張れ頑張れ。で、すごい声も出てますね。惜しいぞ、かない。頑張れ。足立選手の2本目が決まり、これで勝負あり。いや本当に悔しい。いやでもね、もう果敢に前に前に攻めてましたよね。うん、いやもう正直初めて見ました、こんな真剣な金井さんの姿。確かに避けれる空気じゃないです。いやすごいな。どうでした？僕が弱いんじゃなくて足立選手が化け物、強すぎるなと。もっと早く終わらせたかったんですけど、やっぱ取れないうちに焦って自分もしんどかったですね。はい、足立巡査部長、貴重な経験をありがとうございました。対決の後には若手隊員のお二人にお話を伺う機会をいただきました。一人は先ほど治安警備訓練にご協力いただいた山口巡査、そしてもう一人は武道特連の女性隊員宮沢巡査。県警機動隊には女性隊員も複数名いるんだそうですよ。素敵、かっこいいですね。機動隊員になった理由を聞いてみると、あの前の所属の上司が、はい、あのもともと機動隊出身だったんですけど、その上司からあのいただいた言葉が、警察官は一人で仕事をしない、コミュニケーションを取ることが大事、機動隊に行けば、うん、あの縦横のつながりができ、あの今後の警察官として仕事をする上でとても勉強になるという言葉をいただいたので、自分もあの機動隊を希望して機動隊に来ることができました。さっきだから機動隊の練習させていただいた時、横であれですよね、僕が縦持てないの支えてくれた。あ、はい、山口さんですね。そうです。いやだからね、こう取るとこんな甘いフェイスしてたんだっていう、はい、感じてますけど、はい、全然強そうじゃないですよね、顔は。めちゃめちゃ優しそうですもんね。そうですね、はい、なるほど、はい、じゃあ、はい、宮沢さん、はい、はい、機動隊には各種警備出動に従事する傍ら、剣道特別強化訓練員として日々剣道の訓練に励んで、各種大会でいい結果を残すという日本一を目指す部隊があって、私はその舞台の一員として所属しています。まずは全日本女子剣道選手権大会の出場権を得たいです。そして全国警察選手権大会の優勝を目指しています。一剣道家として本当に、はい、応援してますんで頑張ってください。ありがとうございます。
じゃあちょっとですね、まあ、真面目な質問もさせていただいたんですが、ちょっとこの放送がクリスマスなんですよ、はい、クリスマスのご予定みたいなのもちょっと、もしあれだったらちょっと聞いてもいいですか。そうです、はい、仕事です筋トレします潔いな、やっぱ安心してこう治安を任せられますそういう方々の方がクリスマスも一言で筋トレしますって言ってくれる人の方がね、分かりました。いろいろ聞かせていただいてありがとうございます。ありがとうございました。使命感に燃える若手機動隊員のお二人、これからも僕たちの暮らしを守ってください。最後は埼玉県警機動隊副隊長の中田圭司から県民の皆様に年末年始へ向けたメッセージです。現在埼玉県警察では、皆さんが平穏な年末年始を迎えられるように、交通死亡抑止対策、特殊詐欺の予防検挙活動、テロの未然防止活動等、警察力を結集した警戒活動を実施しております。今後も皆さんの警察活動に対するご理解ご協力をよろしくお願いいたします。はい、ということで知られざる、県警機動隊の潜入取材をお届けしましたけども、皆さんどうでした。いや、普段の訓練の、ね、様子を見ること私たちはなかなかないので、はい、正直びっくりしましたし、潜入っていうか体験もされてたじゃないですか。そう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 、もう最初本当どうなることかと 思いましたけど、剣道対決はすごい、はい、様になってたというか、いつもよりね、なんかかっこよく見えましたよ。見直してもらえたかなとは思います、はい、どうでした。確かに普段見れない姿が、ね、見れたのは良かったですよね、うん、でもね、やっぱり私はね、筋トレします。もうね、クリスマスに筋トレするっていう女性機動隊員、はい、一番信用できるね、うん、仲良くできそう、ね、はい、感じる、うん、感じましたね。佐伯ちゃんより鍛えてるから、多分そうですよね、日々の訓練すごいですよ。佐々木さんどうですか。僕は盾を持ってお仕事されてる機動隊っていうのは、イメージついたんですけど、うん、他にも水難救助隊とか、うん、あとレンジャーレスキュー部隊ですか、うん、はい、ああいったお仕事されてる方も機動隊の中にあったっていうのを初めて知りました。もう佐々木さんが盾持ったら5秒も持たないから本当に金井さんだからできたロケでしたね、はいはい、そうということで今回はね、県民の皆さんの生活の安全と安心を守る、警察部隊県警機動隊についてご紹介をしました。はい、続いてはウィークリーピックアップです。松井さんお願いします。はい、お伝えします。古代蓮の里イルミネーション2021が開催されています。今年で10回目を迎えるこのイベント、およそ9万個の電球を使用した圧巻のイルミネーションが訪れる人の心を癒しています。さらに園内にある高さ50メートルの展望タワーに登り、園内を見下ろすと光でかたどられた神秘の花蓮が姿を現します。また今日夜6時からは行田音楽家協会の皆さんによるコンサートも行われます。古代蓮の里イルミネーション2021の開催は1月4日まで、ぜひ皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。以上ウィークリーピックアップでした。さあ続いてのコーナーは佐伯ちゃんお願いします。はい、コロナ禍による社会の変化に立ち向かう企業や団体にスポットを当てるシリーズコロナ禍で挑む、今回はその第3弾をお届けします。今回ご紹介するのはクレーンゲームを展開する株式会社東洋です。クレーンゲームってゲームセンターなどによくあるクレーンゲームのことですか。はい、そうなんです。東洋ではクレーンゲームという新しい角度からコロナ禍で影響を受けた福祉施設を支援しているんです。それでは早速ご覧ください。こちらは行田市にあるエブリデイ行田店、株式会社東洋が運営するクレーンゲームのテーマパークです。入り口を入ってひときわ目立つところに設置されているのは福祉施設を支援するためのクレーンゲーム、毎日焼きたてパンキャッチャー。景品のパンは社会福祉法人ひとつぶが運営するパン工房で作られています。4月の1日から始めて、15日で一旦終了の予定だったんですけれど、あまりにもお客様のですね、
反応がすごく良くて、まあ、一粒さんが作られるパンがよっぽど美味しかったんだと思うんですね。社会福祉に、ね、貢献できたらと、それをどん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 伸ばしていったのが今現在でもやっている現状でございます。パンキャッチャーは1ゲーム100円、上から紐でぶら下げられたパンをキャッチャーで押して取る仕組みになっています。皆さんこれ楽しそうじゃないですか。うん、これやってみたいですね。やってみたいですね。でもこれパンキャッチャーできたきっかけ気になるな。あ、それ気になりますよね。そのパンキャッチャーの始まりはある一件の電話にあるんです。実際に電話を受けた店長の五十嵐さんにお話を伺います。まあ、当時仕事を普通にしていたら電話が一本鳴りまして、まあ、その電話の内容が福祉施設なんですけれどもパンを作ってまして、それを駐車場で販売させていただけないかという電話がかかってきました。その電話のお相手が社会福祉法人ひとつぶが就労支援の一環として運営するパン工房パンドノアでした。通常であればイベントや企業訪問でパンを販売しているパンドノアですが、コロナ禍では販売先が減少、パン作りの機会が減り売り上げも落ちてしまいました。当時の様子を社会福祉法人ひとつぶの伊藤さんはこう語ります。こうパンを作りたいっていう思いが皆さん強くてですね、なんでパンが作れないんだろうと、みんな少しこう暗い雰囲気っていうのがありました。販売先っていうところではなかなかこう出入りが厳しくなりましたんで、地域の有名なクレーンゲームのエブリデさんの方に販売をする場所、機会を与えていただけないだろうかと、まあ、そういうことで電話をさせていただきました。コロナ禍ではこういった福祉施設も影響を受けてたんですね。電話を受けた五十嵐さん、最初は断ろうと思ったそうですが。え、そうなんですか。この場所でパンを販売させてくれないかってことだったんですけども、ここでパンを売っても売れないんじゃないのかなと思って最初お断りしようと思ったんですけども、まあ、その時瞬時にクレーンゲームの景品として扱ったらどうなんだろうっていうのを、まあ、ご提案の方ですね、電話出られてた方がですね、クレーンゲームの景品でパン入れるんですかっていうふうにちょっと半信半疑だったところはありますね。いや確かにクレーンゲームにパンってもう思いもしない提案ですもんね。ね、斬新ですよね。その時のことを伊藤さんはこう振り返ります。景品としてパンを皆さんこうゲームをやっていただけるのかどうか、ご迷惑をおかけしちゃうんじゃないかっていうことでとっても心配していました。こうして誕生した毎日焼きたてパンキャッチャー、稼働すると多くの反響があったといいます。初日無事に全部完売いたしました。福祉施設のパンということで、まあ、社会貢献の一環として皆さん共感を持っていただいて、まあ、プレイして遊んでいただける方もいらっしゃいますし、今始めて約6ヶ月ですね、今現在なんですけども、まあ、約1万6000個出ておりまして、今ここに至るまで1個たりとも今ロスを出してない状態です。最初は本当に20個とか15個からのスタートだったのでちょっと驚きもあります。今では毎日パンを仕入れるほどの盛況で、毎朝出来たてのパンが届けられています。いつもありがとうございます。本当に来ると高知部をぜひ食べください。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、パンキャッチャーが始まってからパンドノアの皆さんにも嬉しい変化があったようですよ。パン作りができないということで皆さんこう静かにこう過ごしてたところがありましたので、活気が出てみんな本当にパンキャッチャーを喜んでおります。クリアの時はエッタタンデキカエウリデタンがいろいろ企画を考えてくれて、つくつつく売り上げも伸びてきてます。私たちの作ったパンをたくさん取って食べてください。シェフトシェフト、バイバイ。コロナ禍という状況の中でも地域との連携を意識し取り組みを続けてきた株式会社東洋。
今後もさまざまな形で地域に貢献しながらコロナに挑んでいくと社長の中村さんは言います。まあ、コロナだからこそですね、人々の中にクレーンゲームを通じて笑顔をたくさん作っていく、まあ、笑顔創造業ということが私たちの使命なので、これからもいろんなことをワクワクドキドキするようなことをですね、これからもどんどんチャレンジしていきたいと思います。ゲームセンターと社会福祉法人、最初この2つ聞いたときにどういうつながりがあるのかなと思ったんですけど、異業種の方がこうやって協力し合うと新しい笑顔がどんどん生まれていくんですね。あと食品ロスが今まで全く出てないっていう言ってましたよね。それがすごいな。本当ね、その昨今問題となっている食品ロスがないっていうのもそうですし、何よりみんなが楽しく、ね、社会貢献になっているっていうのが素晴らしいなと思いました。そして私ね、パンが大好きなんですよ。そうだからプレイしに行きたいなと思ってですね、その今回紹介しましたこの毎日焼きたてパンキャッチャーはエブリデイ行田店で楽しむことができます。営業時間などはエブリデイ行田で検索してみてください。本当にこのパンとエンターテインメントを融合させた発想がね、すごいですよね。本当にその発想はこう一気に取られたなって感じがしますよね。ありがとうございます。シリーズコロナ禍で挑む第3弾、株式会社東洋をご紹介しました。続いてはインフォメーションです。佐々木さん。はい、シャイの国だより1月号のお知らせです。特集は鎌倉幕府を支えた武蔵武士、鎌倉幕府の創立者である源頼朝を支えた畠山重忠や比企氏といった県ゆかりの武将や人物についてご紹介します。1月1日の新聞折り込みで各ご家庭にお届けするほか、ご覧のところで入手できます。また県のホームページでもご覧になれます。展示版の発行など詳しくは県の広報課までお問い合わせください。以上、今週のインフォメーションでした。さあ続いてはプレゼントです。金井さん。はい、今週のプレゼントはこちらです。朝霞銘菓朝霞道中10枚入りを3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想をお書きの上、ご覧の宛先までお送りください。締め切りは28日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募お待ちしております。